10月16日日曜日、いなべ庁舎の駐車場でいなべ市商工祭り2022が開催され、東林太鼓の力強い演奏で幕を開けました。これはいなべ市商工会が3年ぶりに開いたもので、市民の皆さんに楽しいひとときを過ごしてもらうとともに、地域の事業者を知ってもらおうというものです。会場には商工会員による29のさまざまな出店が並んだほか、商工会によるバルーンアートのプレゼントや射的、キーホルダー作りコーナーなどが設けられ、来場者を楽しませていました。また地震体験者ブースでは、震度5弱の揺れに必死に耐える子どもたちの姿がありました。この日は晴天に恵まれ、多くの家族連れが来場し、各お店ではさまざまな交流が見られたほか、梅坊やも登場してイベントを盛り上げ、来場者からは笑顔があふれ、祭りを満喫しているようでした。そしていなべ総合学園高等学校吹奏楽部の演奏です。生徒自らが幅広い世代の人に楽しんでもらえるプログラムを考えました。出演した1、2年生にとっては、3年生が引退してから初めてとなるステージでしたが、すべてを出し切ることができてとても楽しかったという感想が聞かれました。続いて桑名青色申告会による税金丸×クイズ大会です。また地元産品などが当たるビンゴ大会も行われ、桜ポークの商品券を手にした親子はとても喜んでいる様子でした。フィナーレはおよそ4000発の花火が華々しく打ち上げられ、家族でのんびり楽しく過ごせるいなべ市商工祭りとなっていました。